どうも、皆さん、こんにちは。はい。今回は、海風の延定っていうのかなはい。ちょっとすいません。間違ちゃったらごめんなさい。ということで、まず、この、第5ステージですね。でまず、これは、基本的には、まず、はい。えー、まずは16ターンでクリア。そして、えー、ここはですね、友情が発動しませんね。はい。そして、えー、貫通制限とブロックが出てきます。そして、えー、マインスイーパーが必須ですね。はい。で、 えー、敵の反撃であの地雷が展開してくるので、えーまあ、地雷でね殴るという形になりますそして貫通制限を倒してから、えー、突破をしてくださいはい、えー、まずこの第1ステージですね、まあ、ここは簡単かなはいで今回はちょっとあの自事無課金杯の、えー、編成となっております他にガチャ券だったら、えー、ドロシーとか、えー、あとはデビルズパンクインフェルノとか あとは、まあ、えぇ、ー、のんのあただったり、はれだったり、えぇ、ー、アベノ生命だったり、チョンだったり、はい、まあ、ラミエルだったり、えぇ、ー、ラファエルだったり、マナだったり、えぇ、ー、使える、使え、はい、使えますね。うん、マインステパーなので。はい。で、今回の採用枠が、カタストロフィーとバベルと、えぇ、ー、何だかな、えぇ、ー、白亜か。白亜ですね。フレンドでモーツァルトですね。はい。 でここもはい、えー、地雷を所持して、えー、攻撃していく形になっておりますはいザコ、まあの攻撃はそこまで痛くないですねバベルが非常に強かったですねあと白亜もうん強かった で、えー、第3ステージですね。で、ここもまずは制限ザコから倒していきましょう。はい。道芸の制限ザコを倒して、あと残りの4体を倒していく形になっております。ドクロマークで多分、地雷展開なのかな。あ、じゃあ、えー、ごめんなさい、ごめんなさい、反撃モードでね、反撃モードで、えー、地雷展開ですね。 ザコは蘇生しないみたいですね。なので、えー、確実に処理はしていきましょう。はい。まあ、こうやって処理して、次のステージとなっております。はい。これはボスですね。最終ステージですね。はい。まずはもう地雷持って弱点攻撃ですね。残りあと3ターン。さあ、まずは、えー、カンチンから処理。これで動きやすくはなると思いますね。 で、ここちょっと危なかったのが <laughs>、もうあと2ターンなので、もうここで、なるべく、倒していかないと、もう、ついですね。もうこれ <laughs>、ちょっと負けるかなーと思ったんですけど。で、ラスト、モーツですね。はい。まあ、地雷、結構ね、食らいますね。はい、まあそんな感じで、えー、本当にね、参考になるかどうかちょっとわかりませんが、すいません。あと、具体的な説明で、ご了承ください。本当に、最後までご視聴。 ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。